どうも、コウスケです。今回はですね、後ろに止めてあります540KMFE というね、トレーラーの就寝人数を家族6人を用いましてね、どれぐらい寝れるのかっていうのをね、やっていきたいと思います。確かですね、オフィシャルの情報がちょっと、思い出せないんですけど、5人か5人プラス子供1人とか、そんなようなね感じだったと思います。7人家族がね、全員本当に寝れるのかどうかっていうのをね、やっていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。7人家族の構成は37歳のお父さん、37歳のお母さん、はい、11歳の私です。私、はい、今年で10歳の勝ち星さん作って、なんだそれ、はい、今年6歳の勝星翔奈心です。すごい、なんかそういう感じになっちゃった。はい、どうぞ。勝星めっちくりです。何歳ですか？40歳だよね。4歳になります。4歳、4歳になるね。はい、何歳ですか？ああですか。なゆちゃん、1です。そんな感じのね、7人で、乗っていきたいと思います。頭ぶつけてる。じゃあ入ろう。じゃあ入ってみます。もう入ってますね、あなたたちは。入るとダイネットがね、真ん中にあって、左側に2段ベッドがあります。ここはじゃあ小学生2人にします。小学生2人が、寝たとして、向こうのベッドはどうなる？はい、なりちゃんおいで。なりちゃんとママとミツで行きます。じゃあ行ってみましょう。はい、どんな感じでしょうか。これもセミダブルですね。ここは広いね。これがあるのが一番いいですよね。 540KMFE は2段ベッドが、セミダブルがあってね、これはもう3人でこの2歳と4歳は行けますね。はい、じゃあここのダイネットがね、ベッドになりますので、ここに小野進くんとパパが行きましょうか。小野進くん、ここもね、かなり広いから、大人1人と子供1人は余裕で寝れます。3人でね、そう、子供3人と、大丈夫、あなた、子供3人と大人1人もね、寝たことあります。ちょっと、ああ、ちょっと大丈夫、あんたたち大丈夫？ドタバタだから、もうしっこむれ、しっこむりだよ、しっこむりだよ、多分違う家族には多分伝わんないと思うけど、おしっこむりちゃうくらい笑っちゃうってことね。ママこんな感じ。ママこんな感じじゃないよ。もっとこうでしょ、こうやって出て突き出てるんだよ、こうやって。ということでですね、まあ7人就寝の540ではないんですけれども、まだね、この子供たちが小さい間だったら、まあ7人の家族でも十分かなという感じですね。4人お子さんがいる家族だったら、4人だったら余裕だね。4人だったら222で、4人家族じゃない、4人子供がいた場合、4人子供がいた場合は222で、まあある程度いけて、まあお子さん3人が一番ベストかな。そうだね、そうですね、子供ここに寝て、2段ベッド子供寝て、お父さんとお母さんがあっちで4人目を作るという。ちょっとからの5人目、ということで、ということで、あ、ハゲちゃった。やめてください。かっこいいパパでいさせてください。ということでですね、540、7人家族で今のうちだったら僕たちは、寝れるということでございました。はい、はい、ということで、この動画が楽しかった人はぜひグッドボタンと、コメントいただけたら嬉しいです。はい、そして、インスタグラムやってますので、概要欄もかっこいいね、概要欄からね、覗きに来てください。ではありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。